七重県は、中国の道教思想に基づき北と七世が移章された刀剣の故障。覇者や鎮護の力が宿るとされ、儀式などに用いられた。七江刀、七世法刀とも。古くは、五越春秋に、御師匠が、先の総王から授かった百金の価値ある県として、七世一県の記述がある。中国の道教思想に基づくとされる、日本の実機刀。 歴史的価値を持つとされる、七重剣が数点現存確認されている。三種の神器に次ぐ法規としての位置づけにあった、立ちちぎりのうち、四世紀に、くだら王からは王に奉建された二振りの、霊剣五神剣と破敵剣は七成分などの遺書がある。五神剣は代理に安置され、破敵剣は窃盗に用いられた。天徳四年に消失、大和元年に、安倍の生命。 鴨野安典らリラによって再駐造されたが、漢字8年に消失した。七重剣四天王寺所蔵の七聖剣は、長さ62.1センチメートル、雪人造りの鉄剣。国宝。名前の由来は、七聖文つまり、北と七聖が描かれていたことによる。七江文の他には、雲慶文、サムスン文、竜図、ーズ、アコなどが描かれている。日の絵猫少林とに、 聖徳太子の博士であるが、少なくとも、鎌倉時代から、錆ビでこしらえもなくなっている。作風は、日の絵猫小林剣に比べ、スラグの残留物が目立つものの、地金は昇番目がよく寝れ地に絵が厚くつき、これに、子にえついた、祭磁花人を焼く。戦後、小野光隆氏によって研磨され、現在は、東京国立博物館に帰宅されている。 この七聖剣にあるくさび型の造眼は、長い間製法が謎とされていたが、金光流村千こと武器により再発見され、東稿、住谷忠し法の作刀により移された。以降多数の東稿金光により製作されている。七曜剣、七曜五剣とも、七絵文の他には、運慶文、日、月が描かれている。かつては、流寺近道の持天蔵の手にあり、 聖徳大子の幼少期の守り刀であったと伝わる。造長天像の剣と同様に同剣である。明治11年の法流事件のお宝物に含まれたが、選定段階の明治9年から返還が希望されて、板が叶えられなかったもので、明治40年に代わりに模造を作って持たせている。昭和22年に数点の宝物と共に日本の、 造剣は変換され、近藤の四天皇立像の手ではなく、大宝像殿で公開、その後平成10年に完成した大宝蔵院に移された。呉れた化粧五条刀は、七世文の他には、雲渓文やサム寸文が描かれ、竹で包んだ、紀章に収められた仕込み杖絵になっている。聖武天皇の七十七期の東大事件も都である。 国家陳報庁に記載されており、詳細院には、呉田化粧五条刀を含めて八本の七聖権が収められていたが、北倉の百本あった国家陳報庁記載品の刀剣のうち藤原、中丸の欄で持ち出されたことによって現存するのは三本のみになっており、呉田化粧五条刀以外の七聖権は現存していない。1983年、 千葉県成田市の東海山遺跡にて、筑波大学による発掘調査で、鉄拳の一部が発見された。2003年、願号寺文化財研究所の X 線調査により、造眼跡の北と七世を確認、四天王寺伝来の七世県との比較などにより七世県の一部で、あるとして2007年3月に発表された。七重県が発掘された初のケースとなっている。 旧世紀頃に仮想によって埋められたものであり、闘神自体はさらに古い時代のものと見られている。七重報道と到達。ありがとうございます。